こんにちは、小野です。出なしからちょっといきなり余談なんですけど、自分でこれはここに絶対しまう、ここに置いておくって自分の中で絶対って決めたはずなのに絶対ないんです。そこに何なんでしょうね。もう何のともなくいろんなものをなんかしてなんか探してくるっていうことが多いんですけど、ちょっと改善策ある方は教えてください。はい、ということで今日は iPhone のバッテリー長持ち方法10選ですね10選2022年最新バージョンをお送りしたいと思います。使う期間が長くなってくるにつれて、なんだかバッテリーの持ちが悪くなってきたって感じてきますよね。バッテリーを消費しがちな機能の設定を最適化することによってバッテリーの消費を抑えられます。そして消費の速さに影響するバッテリー劣化も防いで、ストレスフリーなスマホ生活を目指しましょう。それも今すぐに簡単にできます。皆さんお手元に iPhone の準備は OK ですか？私と一緒にバッテリー節約術を試してみましょう。はじめにバッテリー最大容量を見ておきましょう。と手元カメラに変えますね。はい、ではちょっと実際に画面をお見せしながら操作を進めていければなと思います。今画面右上上になんだか可愛いキャラクターのシールが置いてありますが、こちらは女子カーリングチームフォルティウスさんです。ちょっとテーブルが寂しかったので明るさを出すために置いてみました。はい、では実際にやっていきましょう。こちら混合しがちなんですが、バッテリー残量っていうのはこの画面右上に今出ているこちら今 87% の表示になっているんですが、これは現在の iPhone がどのくらい充電されていて残っているかっていう残量になります。続いてバッテリー最大容量は iPhone 自体が持っているバッテリー容量です。こちらは設定アプリからバッテリーの状態タップすると最大容量が確認できます。今私の iPhone は最大容量 90% の表示になっているかと思うんですが、この数値が 80% を下回ってくるとバッテリー劣化の症状と言われている電池の減りが早い、電源が勝手に落ちるなど動作に不調を感じるなどの場面が増えてきて、バッテリーもしくは本体の交換目安時期と言われています。このような場合はこれから紹介する長持ち方法の効果を発揮できない場合がありますので、その点あらかじめご了承ください。では、画面の明るさ自動調整機能をオフにする。初期設定では周囲の光量に合わせて自動で画面の明るさが調整されるようになっていて、この機能をオフにするとバッテリーの消耗を抑えられます。では設定アプリからアクセシビリティ、画面表示とテキストサイズ、こちら一番下にある明るさの自動調整、これをタップしてオンオフ切り替えることができます。こちらはオフにしておきましょう。あとは画面をスワイプして、この対応マークっていうんですかね、ここで簡単に明るさを調整することができます。なるべく暗くしておいた方がバッテリー消費は抑えれると思います。ちょっと今は見えにくいのでこのくらいの明るさにしておきますね。はい、で次がダークモードをオンにする。こちらはバッテリーの節約を徹底するなら画面全体の色味を暗くするっていうダークモードができるので、こちらをするとより消費電力を節約できます。先ほどまた同じく設定アプリから画面表示と明るさをタップするとライトかダーク選べる画面になるので、ダークを選択すると、はい、このように画面全体が暗くなります。今はちょっとまた見えにくいのでライトに戻してご紹介していきます。次は Wi-Fi のオンオフを使い分ける。 Wi-Fi 環境でない場所で Wi-Fi をオンにしたままだと接続先を探し続けてバッテリーを消耗してしまうんですね。なので、また設定アプリから次は Wi-Fi ですね、開いてここでオンオフで切り替えることができます。あとはこちらまた画面スワイプしてここのオンオフ切り替えるだけでも簡単にできます。次、低電力モード、設定アプリを開いて次にバッテリーをタップします。こちらバッテリーです。はい、ここ低電力モードですね。ここもオフになっている場合はオンにすることでバックグラウンドでの動作を一時的に抑えられます。今は
ップの状態で進めさせていただきますね。次は不要なアプリを消す設定の今見てたバッテリーの画面のもっと下スクロールしてもらうと、各アプリがどのくらいバッテリー使ってるかパーセンテージとタップすると時間でも表示切り替わって見れることができます。ここでバッテリー使用状況を見てバッテリーを消費しがちなアプリを確認していきましょう。あまり使用していないのにバッテリーを消耗しやすいアプリがもしあれば削除しておくのをおすすめします。次、バックグラウンドの更新をオフにする。設定から一般アップのバックグラウンド更新をタップします。ここで入ってるアプリ自体全体をオン・オフに切り替えるっていうこともできるんですが、このバックグラウンド更新っていうのは起動しているアプリが今前面に表示されていなくて、この履歴上で開かれているものに関しては、例えば SNS 系など常に最新の情報が必要なアプリっていうのは最新の状態を保つことができます。なのでこのアプリはそういう必要がないなっていうものはこの機能を一つ一つオフにして無効にすることでバッテリーの消費を抑えることができます。次に位置情報のオフ。設定アプリからプライバシー、位置情報サービス、ここでアプリの位置情報の利用設定を変更できます。ここでまとめて位置情報のオフを切り替えすることもできるんですが、アプリによっても設定できるようになっていて、マップや探すアプリなどを使うときっていうのは位置情報が必須になってくる機能なんですが、必要ないアプリに関してはこちらのこのアップの使用中のみ許可にしておくのでいいと思います。次は自動ロックまでの時間を短くする。こちらも設定から画面表示の明るさ、ここの自動ロックタップして時間を設定することができます。画面をつけたまま放置することが多いっていう人は自動ロックの時間を早めに設定しておくのがいいと思います。これを設定することで早く消灯して無駄な電力を消費せずに済みます。次に不要な通知をオフ。アプリをインストールすると何でもかんでもいろいろ通知が上から流れてきたっていうのがあるかと思うんですが、設定アプリから通知を開いて各アプリの通知をこの通知を許可でオンオフで設定することができます。このアプリの通知は重要っていうものに関してはこのまま許可でいくと思うんですが、そんなに通知が必要ないなっていうアプリに関してはなるべくオフにして節約するのがいいかと思います。最後に充電時にケースを外す。多くの方がケースをつけているとは思うんですが、充電する際にケースを外すっていう人はほとんどいないと思うんですね。ケースの種類にもやってくるんですが、ケースをつけて充電することで熱がこもりやすくなってバッテリー容量に影響を及ぼす可能性があります。ちょっと面倒ではあるんですが、寝る前はケースを外して充電をしてみましょう。もし充電中にスマホが熱くなってきたっていう場合は、これも同様、まずケースを取り外して熱を逃してあげましょう。はい、以上 iPhone の長持ち方法10選をご紹介しました。なんだかあれもこれもやることが多いなって思うかもしれないんですが、事前対策をしっかりと行っていればバッテリー劣化も防げます。またご紹介した長持ち方法とは別に、目で見えない端末内の機能に故障の可能性がないかっていうのを、こちらのスマホカルテアプリを使ってスマホの状態を調べることができます。長持ち方法とこちらのスマホカルテアプリセットで定期的にスマホの健康診断を行うことでトラブルを回避することができるかと思います。今日からでもまだ遅くはないので、スマホで美しい生活を送りましょう。スマホカルテは無料でインストールできるので概要欄に URL 貼っておきます。まずはお試しでも OK なので、ぜひスマホカルテアプリ使ってみてください。それでは本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画をもっと見たいって思った人はチャンネル登録、グッドボタン